日本東京都西東京市、下方屋下方屋は、東京都西東京市の地名。現行行政地名は、下方屋1丁目から下方屋5丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は2021-0004。西東京市の北東部に位置する。町域はおむね平坦で、主に商業地、住宅地及び農地として利用される。北は北町、東は、 練馬区南大泉、南は西部池袋線を挟んで東町、西は栄町に隣接する。南西から時計回りに下方やはじめ5丁目が設置されている。丁目ごとの面積、人口と世帯数及び人口密度は以下の通りである。1月1日現在私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地下は、 2014年1月1日の工事地下によれば、下方屋2から8から37の地点で23万8千円平方メートルとなっている。中荒屋敷遺跡が発見されており、古代から人が居住していたことが確認されている。明治以前には、武蔵国新座郡、下方屋村に属していた、旧方屋市地域である。下方屋村の初期の損益は、 白子川沿岸の東町域及び北町町域だったと考えられており、村の総鎮守の30番神社は東町域からほど近い北町6丁目に、その別当時の伏線寺は東町域にある。旧法屋市では住居表示の際に多くの地名が失われている。東町域付近に存在した荒屋敷、宮の脇、松の木といったあざなも町町名としてはすべて消失しており、 現在では、花バスの停留所名、遺跡名などとしてわずかにその名残を止めているのみである。しかしながら、旧村名、大矢名の下方屋は登場名として現在まで引き継がれている。旧方屋市のもう一方の旧村名、大矢名である上方屋が消失したこととは対照的である。旧方屋村成立以前にこの地に存在した、下方屋村。 および法屋村成立後住居表示実施まで存在した大和座名に由来する。なお、町名の案として、松宮町、三温町、白子町、新木町が上がっていた。町域南端に西部池袋線法屋駅がある。町域内を西東京市、花バス第一ルートが通る。AB、平成22年東京特町村町長別報告。 東京都、2018年1月22日閲覧。AB、人口、世帯数。西東京市。2018年1月15日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2018年1月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2018年1月15日閲覧。 私立小中学校通学区域、西東京市、2018年1月15日閲覧、国土交通省地下工事、都道府県地下調査法野調広報第62号1964年7月30日、ありがとうございます。